アラペコアザラシと申します。信長の野望新生 PK、 難易度は超級、シナリオは桶狭間、選択題名は島津、第37回を始めさせていただきます。前回は長宗我部元親の軍勢を各地で撃破、四国全土で戦闘を繰り広げているところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。あとこのお工場をなんとかしないといけないですね。で、労力が1余ってるので石高増強をしていきましょう。前線であるね、やってみせまする、洲本城はどんどん発展させていかなきゃいけないですね。で、洲本城で灌漑水路が立ちました。で、こちら労力が1足りない。そしたら灌漑水路、商人町を建てとくか。いやー、前線だから連兵場にしとくか。任されました。では進めていきましょう。兵糧は大丈夫ですね。この47の2人、47の村木隊と襟口さん、こちら下げましょう。で、山田さんも50日下げましょう。いいよ、お工場に攻め込んでくれる。頂上です。よし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 、元山城も陥落。いよいよ投与していきましょう。では全開放です。そしたら調略で破壊、お工場、吉川元春ぐらいしか動けないか。で、内政でこちら灌漑水路立ってるので商人町を建てていきましょう。こちらに。で、元山城には浦上さん置きましょう。感謝いたす。妖怪の喜びぞ。いやー、妖怪の喜び、これで結構ありがたき幸せ。いや、一気に城が増えましたね。で、家久たちで秋城を抑えましょう。では進めましょう。米問屋の建設が完了、年平城の建設完了、洲本城で米問屋を東堂高虎に建てていきましょう。で、あと射撃場を建てればいいですね。二段詰め所いらないな。それだったら、ん？商人町立ってる？立ってますね。もう一つ連兵場建てよう。ここは重要な土地ですからね。小水城は要だからな。で、進軍指示に切り替えましょう。二段詰め所を射撃場に変えていかなきゃいけないですね。でも、もう労力ないもんな。国衆取り込みもしたいけど労力がない。大型の台風が来ている。んー、ちょっと引っかかってない。大丈夫、この城は我らが落とす。一気に強行で落としていきましょう。こちら、鍋島さんも秋城攻略に賛成しましょう。で、天霧城の二段詰めを撤去して射撃場に切り替えていきましょう。こちらに。で、天霧城は委任に切り替えと。で、調略破壊。お、五分、浮田直家さすが。成し遂げてみせますぞ。では進めていきましょう。
小水城で連兵が立ちました。連兵城が立ちました。うん、射撃場も立ってるし、米問屋2つある。小水城、核になる城になりますね。そしたら、領内諸作、国高増強で、どうぞお任せあれ。増強していきましょう。成し遂げてみせますぞ。はい、秋城も陥落。縄についていただこう。投入していきましょう。では解放です。甘いです。うん、そうですね。とりあえずあとはお香を落とせばいいだけなので、一旦下げましょう。お香の破壊がならないとどうしようもないですからね。では秋城に今度こそ岡さん入れる？いや、島津さん、知略が高いから島津さん置きましょう。ありがたき幸せ、ありがたき幸せ。しまったな。せっかく建築してる亀井さんを外してしまった。亀井さんどこだ？ここの射撃場か。もう一回やり直し。いやー、無駄なことした。洲本城が米問屋できました。秋城も米問屋建てていきましょう。任されました。で、あとは、ニラ詰め城を撤去の、あー、射撃場ね、お金がない。あの、労力がない。射撃場、天切城で完成。そしたら、洲本城でも射撃場を建てていきましょう。これ、配下軍団落としてくれるからな、お工場。よし、これはいい。サポートじゃないの。で、秋城は建ててる最中、元山城は米問屋を建てていきましょう。こちらに。お、領地替え拒否です。では進めていきましょう。勝った勝った勝った。負けたね、これは。いやいやいや。そしたら、お香の城が耐久落ちてるので、お工場に向けて進軍してみましょう。工場戦やるのはもう仕方がない。今行ける軍隊で、行ける部隊で進軍しましょう。津山城、城攻めよ。あとは高田城、お越しを願いまする。これが最後の長宗我部との戦いになりますね。甲状腺でお香を落としましょう。城を奪ってくれる。で、鳥取城でお香と、これで 1,2,3,4,5,6,7 部隊。あとは軍神、橘道雪も向かわせましょう。あの城をいただきに行こうか。で、清水宗春も15,000。城を攻めます。これでいけるんじゃないか。で、元山城から、あ、そうか、動揺状態か。天切城3000、トトキさん出していきましょう。早々に掌握します。いいんじゃないの、掌握するためだけに出してますけどね。で、洲本で射撃場が完成と。そしたら洲本は進軍指示。
光月城も考えする射撃場米問屋、そしたら商人町を建てていきましょう。こちらに。これで進軍指示に切り替えればいいですね。天神山城はもう大丈夫ですね。二段詰め城もったいないな。連兵城に切り替えるかな、やっぱり。ちょっと二段詰め城必要ないな。石高増強やっていきましょう。余った石高はね、労力はね、有効に使わないといけないですからね。では進めていきましょう。やりました、お使いいたします。弁解もございません。で、調略破壊、お工場、浮田直家、もう一度お願いします。米問屋の建設が立ちました。そごうは大丈夫ですね。天霧も大丈夫。白地城だな。米問屋東堂高虎、やり遂げてみせましょう。白地城重要な城だからね、ちょっと発展させていかないと。で、労力が1余ってるので石高増強をしていきましょう。遂行いたします。どんどん進めていきましょう。米問屋ができました。元山商人米問屋灌漑水路射撃場を建てていきましょう。こちらに。これで元山は OK なので進軍指示に切り替えです。で、秋城は二段詰め城もいらないな。初任町立っておきましょう。こちらに。で、次米問屋建てればいいですね。同説はこのように向かいましょう。清水宗春も同説と同じ動きをしましょう。裏神さんも同じ動きをしましょう。このままお工場を向かいましょう。工場戦回になってますからね。ミーノたちはこちらに向かいましょう。商人町の建設が完了と。秋城、ここは射撃場ですね。ちょっと労力を貯めて、お、米問屋やっていき、国衆取り込みやっていきましょう。これはいい。甲状腺しないで済みそうだ。はい、合戦会やっていきましょう。いやー、長宗我部元親最後の戦いですね。ここは家久と対マンするか。まあでも家久と対マンっていうのもちょっとね、ずるいですけどね。いやー、この平星のごとくのメンバー相手に対してはちょっと厳しい戦いになりますね。もうやりようがないですよね、これは。鉄砲戦車です。6000あった部隊が3000まで。清水宗春混乱使えるのもいいですね。
さてこれであとはもう最強コンビの2人にお任せするだけですね。いやいやいや、では同説家イサで攻撃仕掛けていきましょう。これ一撃で終わりじゃないか。おお、さすが、よく我慢した。しかしここは最強の戦法釣りのぶせで、島津家最強の釣りのぶせで壊滅ですね。はい、全部大撃破。935しかね、減ってないですね。さてこれでお工場陥落。いやー、島長宗我部家一気に滅ぼすことができましたね。投与していきましょう。ああ、キラさんがダメか。ああ、福留さんとかね、仲間にしたかったですけどね、初段ですね。一応自分の指示で騎乗しましょう。で、お香には元近さん、修正が3か。ちょっとどうにかしてあげてあげないと。高速壁さんサポートにつけて、土井さん、西園寺、土井さんは優秀だからな。江村さん、感謝いたす。捜査に、捜査内政官として使いたいから福留さんにお任せしましょう。で、んこの軍の情報は、うん、お香になってますね。そしたら任命代官、代官で土井さんにしましょうかね。で、あとは身内を切っちゃって申し訳ないから官職をまずは与えていきましょう。いや、とりあえず撤退が先。ん？赤松さん、名前を変えたということですね。久々だな、自分のところの。で、米問屋が立ちました。お工場、二なずめ場じゃなくて射撃場を立てていきましょう。こちらに。で、秋城は米問屋で、これも射撃場ですね。こちらに。で、白地城、関外米問屋なので射撃場をここも立てていきましょう。はい、川の江城はいいですね。松髄城も米問屋も立ってるし、洲本も立ってる。あとは基本すべて射撃場も立ってるし、問題ないですね。城一覧で浄化方針が解けてるのは白地、秋、おこ。秋城は射撃場が立てばいいから進軍指示。白地城は今建設中。あ、おこうも、おこうも射撃場が立てばこれでいいか。進軍指示にしときましょう。で、白地城は、あとは商人町か連兵城ですね。領内諸作していきましょう。国高増強。四国痛みつけちゃいましたからね。で、あとは、織田とは停戦5ヶ月。5ヶ月あれば結構いろいろやれますよね。
微妙なところだな。今現在総兵力だったら我ら一番上か、織田家か。それでも織田家か。さすが織田家。ただ織田は真っ二つに兵力を割らなきゃいけないですからね。上杉と武田が結んでるので、僕らも上杉武田と結んで、武田結構侵食されてるな。やっぱこれは織田と戦わなきゃいけないな。その間に四国をね、裕福にしていかないといけないですね。あと5ヶ月の間に。いかがだったでしょうか。いや、もうこんなことだったらね、もっと早めに長宗我部家をね、まあ殲滅するっていうのもね、手だったような気はしますが、なんとか長宗我部家を一気に殲滅することができたので、この後は織田家との全面対決、集中したいと思います。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。